はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。ですね、先日以来この写真のネタで、ね、今何本も喋ってない気がするんですけど、例のですね、ジョン君が娘と一緒にですね、空軍基地を視察したという写真ですね。お互いに、革のコートを着てるんですけどもですね、娘さんの方が手前になっていて、ですね、お父ちゃん後ろで見てるという図ですけども、これはですね、この記事はですね、昨日の20時33分に出た記事でして、ジョン氏の娘、後継演出家、朝鮮の新星、新しい星ですね、の故障を北朝鮮という、あれですね、ソウル時事。ジュエ氏とされる北朝鮮、これはですね、G.G かな、G.com ですね。ジュエ氏とされる北朝鮮のキム・ジョン朝鮮労働党書記、労働総書記の娘の動向が関心を集めているジュエ氏は最近、ジョン氏と似た革コートとサングラス姿で軍を視察、朝鮮の新生女将軍。何それ、そのおどろおどろしい朝鮮の新生女将軍、新生と新しい星ね、との新たな称号が使われたとの情報もあり、後継者説が浮上している。朝鮮中央通信は1日、ジョン氏が航空説を記念し、ジュエ氏と共に軍のデモ飛行を視察する写真を配信。ジョン氏とよく似た格好のジュエ氏が、ジョン氏より前に立つ姿が収められていた。韓国メディアは権威を象徴するための意図があると分析した。これに先立ち、米政府系ラジオフリーアジア RFA は11月21日の軍事偵察衛星打ち上げ後に実施された講演会で、宇宙強国時代、強国とかいうことは好きですね、ほんまにね、お前とこの弱い国ないんちゃうのと思いますけど、強国時代の未来は朝鮮の新生女将軍により、新生女将軍、なんか吉本新喜劇出てきそうなあれですね、今後もより輝くだろうとの発言があったと伝えた。輝いてんの、ジョン氏もかつて新生将軍との交渉が使われており、後継者としての偶像化が進んでいるとの見方が出ていると。韓国大統領府の超太陽国家安保室長は3日のテレビ番組で、ジュエ氏を後継者として考え検証しなければならないのではないかと発言。 100% 確信はできないとしながらも、今はおそらく後継者だろう、それが正しいかを突き詰める段階だろうと語った。韓国政府はこれまで後継者説に慎重な立場を示していた。ただ家父長制が色濃く残る北朝鮮で女性は後継者になるのは考えにくいといった指摘や、長男の存在の有無が明らかでない状況で判断するのは時期尚早といった見方もあるとまあこれでこの記事終わったんですけど男の子はいないんでしょうかね、ジョン君。ジョン君はですね、女癖の悪かったお父ちゃんジョンイルをの恩が、ある程度その、ああいう悪い癖俺は受け継がんみたいなことを言うてですね、あっちゃこっちゃに女を作ってるという感じではなさそうなんですね。もしかしたらあの体型ですからですね、もうすでに機能していないのかもしれませんけどね、まあ、それは分かりません。で、男の子がいないとですね、女の子を後継にしたらあかんんですけど、これね、女でもなれるんであればですね、ヨジョンさんという方ですね、ジョンクの妹、彼女ってものすごい優秀らしいんですよ。
お父ちゃんのジョンイルがですね、お前が男やったらあの時やったなというふうに言うたらしいぐらいに優秀なわけです。つまりジョン君よりもですね、ふさわしい資質があったというふうにジョンイル君は、お父ちゃんは見ていたわけですね。であればですね、ジョンウンの次はヨジョンであってもいいんちゃうのと思いますけどね。でヨジョンとしてはですね、なんであんなブーが後継者なの、私はどうなんのみたいな、そうなるでしょ。そこでもしですね、ジョンウン君に何かあってですね、この丸っこいですね女の子がですね、私が将軍よってやった時にヨジョンさんとのですね、いさかいは起こらないのかなと、なんてことを思ってしまいますけどね。まあそれはええとしまして、このジュエさんという丸っこい女の子がですね後継者である可能性はですね否定はできません。あれだけ連れ回しててですね、露出をしていてですね、新生将軍とか言うてるわけですからですね、可能性は十分にあるんですけども、そうだとするとですね、相当なんていうか混乱しそうな気がしますね。ここにも書いてある通りですね、家父長制のが強い国なんですね。それは南も一緒なんですけど、日本で今家父長制とか言うてもですね、今の若い方わからないでしょ。僕の世代まではわかります、家父長制ね、家継がなあかんねんみたいなあるわけですよ。でやっぱり長男が偉そうにしてる、で長男がみんなですね受け継ぐんやというような感覚があったんですけど、まあそれはもうほぼ私の代でしょうね。代でほぼ終わったんちゃうかなと、ね思い出した。よく一緒にお酒を飲むですね、おっさんがいるんです。僕より17歳年下なんですけど、その人長男なんですよね。で長男で、この前って半年ぐらい前かな、ポロッと言ってたんですけど、要は田舎があるんですけど、近県にね、近県に田舎があってですね、お家柄がですね、まあ、その豪族って豪商、豪農のお家柄でですね、その、なんていうか、そこに行くとですね、その家のですね、まあ、家屋敷があってですね、蔵があってですね、なんかこう、いわゆるいろんなものがガサッといっぱいあるんですね、日本刀とかね、兜とかね、いろいろあるんですね。でね、彼がちょうどですね、彼はですね、本家の弟の家の長男なんですね。本家に後継ぎはいないわけですよ。だから彼のところにお鉢が回ってきて、お前がこの家継げって言われてるんで、どうしようとか言ってるわけですよ。本人は濃厚にね継ぎたくないんですよね。濃厚に継ぎたくないんですよ。弟の家の長男ですから、まあ、順番的には本家に後継げなければですね、正当に回ってくるでしょう。そんなこと言うてましたね。ああ、やっぱし田舎に行ったらまだそういうのあるのかなと。その彼が17歳年上ですから、あの代ぐらいまであるんですかね、家父長制の考えが。まあいいですけど。幸いうちはですね、私がですね、継いでるんで、継いでるというか、まあ、事実上、男子は僕しかいないんで、我が家は。めんどくさい、田舎のね、家屋敷とか蔵とかないんですよ。小さな猫の死体ほとんどと違うんですけど、今売りに出してるんですけど売れません。まあええねんけど、それは。だからもう至ってお気楽なんですよ。墓も朽ち果てた墓がありますから、田舎にね、そこに入れてもらおうと思ってるんですけど、至ってあれなんですけど、そうやって面倒くさいね、家屋敷があるって、家屋敷ぐらいやったらいいんですけどね、山持ってるとかあるんですよね。昔は山持ってたり、畑持ってたりとかね、すると、これ、ややこしいんですよ。どうすんねんって話なわけですね。固定資産税かかりますから。もう最近もそんな田舎のですね、4万5千坪の山どないすんのって話ありましたけど、まあ、それは置いといて、あかん時間がなくなってきた。この北のね、後継者、もしこのジュエさんやったら、ね、もう一騒動、二騒動はもう間違いないですよ。間違いなく起こります。でなんで今から出してんやというと、多分ね、ジョーン君健康不安があるんですよ。自分はもしかしたらこう数年以内に行くんちゃうかと、
その後はこいつやでっていうことをですね、だからちょっと無理して今から出してるんだと思うんですね、もしそうだとしたら。でもしジョーン君がこう行ってしまって、2、3年以内に行ってしまったらですね、これは後目争いは起こるんちゃうかな。女の争いになりそうですけどね。あのこの丸っこいジュエさんとですね、ヨジョンさんの争いになるんちゃう。面白い。面白い。もうぜひやってほしいですね。はい、ということでですね、あの余計な話いっぱいしましたけどもこの gg.com のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。